はい、今日はこれ、これをですね食べてみたいと思います。はい、今食べてきました。はい、ですね、まずですね、この焼きっていうの、あんま焼きは感じないですね。ただ、すごくですね、きちっとですね、米が白いのが見えないくらいですね、キムチが混ざってますね。はい。で、すごく食べやすくなりましたね。はい。なんつうんですかね、何もかけなくてもいい感じですね。七味とか。はい、いや美味しいですね結構。はい、あとなんだろうな、うん、まあ、とにかくどうやってるんだろうな、なんかチャーハンのようにですね、綺麗にキムチの赤い汁っていうか唐辛子といいますか、あれがですね綺麗に混ざってるんですよね。だから米の白い部分が全くないんですよね。だから食べやすくて美味しかったですね。はい、そんなとこですね。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。